距離の概念を変えろ。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は伊豆高原の大室山からお届けしています。今日は質問いただきました。よっちゃんさん、34歳男性、家を買うべきか考えています。コロナ時代に一ところに居を構えて働く生き方は適当でしょうか。非常に興味深い質問かと思うんですけども、まあ、やっぱりコロナ以降ですね、テレワークっていうのが結構普及してきているということですね。テレワークとかうちの会社はできないよっていう方も、ね、いらっしゃると思うんですけど、テレワークは導入できるような会社っていうのは、テレワークをコロナの緊急事態宣言の間に 30% ぐらいと言われてますけども、企業が導入したというふうに言われています。これもですね、テレワークっていうのがまた元に戻っちゃうのか、コロナの方がある程度安定してきた場合、テレワークゼロになってまた毎日通勤しなきゃいけないのか、あるいは今のようにテレワークが続いていくのかっていうね、そういういろんな予想っていうのがあると思いますけども、おそらくは全部テレワークになるっていうのはなかなか難しいと思うけど、例えば週1日だけ月曜日だけ会社に来て、あとでテレワークであるとか、あるいは1日おきぐらいでテレワークを入れるとか、限定的にテレワークを入れていく会社っていうのは多くなってくるんじゃないかなというふうに思いますね。実際にアメリカのね、サンフランシスコに本社があるツイッターの本社では、希望する社員に関しては、今後もコロナ以降もですね、テレワークをずっと継続しますということをもうすでに正式発表しています。こういう大手企業がテレワークで働けますよっていうことを打ち出したっていうのは非常に大きい意味があると思うんです。私実際ツイッター本社に行って、いろいろツイッター社について取材してきたんですけども、以前ね、ツイッターとかフェイスブックとかグーグルとか、いろいろガーファとか、いろいろ大きなね企業ありますけど、そこで一番問題となっているのは人材の確保です。つまり優秀な SE ですね、技術者っていうのはそんなにいないんです。本当に優秀な人ね、本当に優秀な技術者っていうのはそんなに多くなくて、要するに人材の取り合いっていうことが起こってくるわけですね。だからより給料が多いっていうのはもう当然なんですけど、給料が多いだけじゃなくて、働きやすい環境をみんな目指すわけですね。じゃあ A 社さんはテレワークできますよと、 B 社さんは全くテレワークできませんよと、同じ給料をもらえるならどっち働きたいですかって言った場合は、ほとんどの人はおそらくテレワークありの方を選ぶんじゃないですか。毎日通勤するのと、例えば週1回だけ出社で、あとテレワークでいいですよって会社はどっち選びますかって言ったら、やっぱり週1で出社で、あとテレワークの方が条件も全部同じだとするとね、そうなってくると、どっかの大手企業がテレワークをどんどん解禁していった場合において、就職戦線っていうかな、優秀な人材を集めるという意味において、テレワークをしないとですね、優秀な人が集まらなくなってくるわけですね。もうすでにアメリカはそうなるわけです。日本もおそらくそういう風になっていくんじゃないかなというふうに思います。テレワークするとどういうことになるかっていうと、例えば東京の場合でいうと、だいたい1時間ぐらいかけて通勤している人が多いと思います。あるいは新幹線乗ってですね、かなり隣の県とか1時間半ぐらいかけてね、通勤している人とか、そういう方もいらっしゃるとは思うんですけども、必ずしも東京に住まなくてもいいということになってくる。むしろ逆に言うと、週1回のテレワークでいいんだったら、その時に2時間かかってもいいから、マイホームを安く買えるような、ね、場所に居を構えて、そこでのびのびとテレワークをしたいなっていう人もいるかもしれませんし、完全に 100% テレワークで住むんなら、沖縄に住みたいわとか、北海道に住みたいわっていう人もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。あるいは田舎に住みたいわとか、あるいは農業でもしながらね、テレワークで副業的な収入を得られればいいわみたいな。ということで、これからの働き方っていうのは、ものすごく多様性を持ったものになってきます。今まではそういう首都圏、東京とか、あるいは大都市集中で大きい会社があって、そこに勤めるため、その周辺に住まなきゃいけないという、このマストですね、この縛りだったわけですけど、テレワークというものが入ってくることによって、別にどこに住んでてもちゃんとインターネットにつながって仕事ができるという環境っていうのが生まれてくるわけです。あるいは今後もっと Zoom とかいろいろなそういう支援ツールっていうのもありますけども、今度バーチャルリアリティっていうのが入ってきますね。 5G になるとバーチャルリアリティが入ってきますので、バーチャルリアリティを使うと、まさにね、同じ会議室にいて、相手の顔もそこにいて、あたかもそこにいるかのように会議ができる。相手の表情を見ながらね、タイムディレイ、時差ですね、時間の遅延っていうのもなく、そこで普通に会議をしているかのように会議ができるようになるといったところにおいてですね、例えば今東京本社で会議をしますと、東京で会議があるということで、わざわざ大阪から東京までですね、出張に行くっていうのが日常的に本当にしょっちゅうね、行われていると思うんですけど、そういったものをテレワーク、あるいは VR 会議みたいなので代用できるっていう事態に、これからもう間違いなくなってくるわけですね。そうなってくると、地方に住みたいっていう人が間違いなく増えてくるといったところにおいて、あるいはどこに住んでもいいよとか、あるいは極端な話、海外にいながらテレワークで収入を得て、世界中を旅しながら働きながら楽しむと、そういうワークスタイルの転換変換っていうのがね、今劇的に起こっているというふうに言えると思います。間違いなくこういった働き方の改革っていうのは進んでいきます。間違いなくね。なぜかというと、進んでない企業はさっき言ったように取り残されていくからです、完全にね。だからそこを革新的に進めていける企業が、優秀な人材を集めて発展していけるっていうことに、今後日本もそして世界もね、なっていくと、もうアメリカとかではなっているんですけども、そういうことが言えますという場合において、じゃあ自分のマイホームを買った方がいいのかって話になってくると、どう見ても買わない
方がいいんじゃないのと、もうちょっと様子見てからでいいんじゃないのと、同じところにずっと住むメリットっていうのはないわけです。都心の土地っていうのも東京オリンピック以降土地の値段が下がるんじゃないのってことは以前から言われていますけど、それに加えてさらにテレワークなどでも土地が下がっていくということなので、不動産っていうのは相当値段は下がっていく。あと今後その少子化ですね、高齢者が亡くなって少子化していくってこともあって不動産の値段っていうのはものすごく下がっていくと、逆に言うと過疎化してる地域とかがいろんな人を呼び込んだりするっていうことで田舎や地方っていうのはチャンスが生まれてくるってことは一つ言えると思うんです。ということも含めると今そういう土地や自分のマイホームを少なくない金額ですよね、おそらく何千万とかね、そういった金額を借金して買うっていうのはどう見ても得策ではないというふうに思いますね。私なんかは世界中のいろんなところからこうやって動画でも撮りながらですね、好きな場所に行って好きなものを食べ、時々 YouTube 動画であるいはメルマを書いてあるいは本の執筆をしながらっていう完全に場所に縛られない生き方ができればいいなってことをずっと10年ぐらい前からこういう執筆活動を始めた時からずっと思っていました。村上春樹さんなんかがね、海外のカフェなんかで小説を書くみたいなことがちらっと言われてたので、あ、自分もそうなれたらいいなっていうねことを思ってたりしたんですけど、実際今幸せとかもテレワークでできるということになってくるとですね、本当にそういったことが全く可能になってくる。それは他のいろんな業種においても可能になってくるということです。ということでこの距離の概念っていうことがやっぱこれから変わっていく、その中で働き方というのも変わっていく、定住っていうことを一つの場所にずっと住むっていうことはどうなんだろう、よっぽど気に入っていればそれはいいとは思うんですけども、今までのようなマイホームを買ってそこにずっと住んでずっと同じ会社に勤めるっていうワークスタイルっていうものはもうすでに破綻していると思いますので、慎重にですねそういった考えを持ちながら様子見ながらですね考えていって遅くないんじゃないかなというふうに思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。